どうも、メレです。モンスターハンターダブルクロス、任天堂スイッチバージョン。今回、村上位の星7クエスト、チミアルセルタスをもう一度。ようやく村の上位に入りまして、まあ手応えとかどんな感じになるのかなという感じはしてるんですけど、まあ先にやって、やってる友達の話とそんなに変わんないっていうか、そんなに強くないって言ってましたね。なんかここのエリア見たことある気がするぞ。ここどこ？遺跡フィギュア。遺跡平原？え？遺跡平原ってやってなかったっけ？そこね。遺跡平原か。よくディガレックスと8番あたりで一悶着してるようなイメージがあるんですけど、気のせいかな。あとはケチャワチャとかここで戦ってたような記憶があるんだけど、それは4の時かな、クロスの時かな。今回螺旋弾ってやつ使ってみたの。強いのかな。羽ばたきが。後ろ下がりやがって。
マカライト、マカライト、おいしい、ドラグライト、ドラグライトか。おなかなか集まってないから助かるね、ドラグライトは。アルセルタル、うん、セルタス、言いにくい。アルセルタスぐらいじゃまだそんな強さ的にわかんねえかな。そこ張り付いてないんで。当たった。これで上位素材手に入っちゃうんだけどライトかプレライト。しまったのでもう一つクエストをやってみたいと思います。雪山ヒルのロスギアノスで、今回ちょっと適当装備なんですけど、ハンマーこんなに強くないんですけど、ベルダーハンマーのレベル6140の攻撃力の緑ゲージ長いやつで、スキルっていうか適当に多分最初の頃作ってたやつですね。それでいきます。これ始まった、登るのめんどくさいな。今回千里眼の薬なか、切れてたみたいでないですね。お、虫がいた。あ、食事食い忘れた。準備に急いでて食事食い忘れるっていう。多分その辺にいると思うんだけどね。てっぺんかな。
感が合わないな。なるほど、そういうことね。でりゃあ、うん、こういう移動ができるんだ、ブレイブだと。結構時間かかるね、これ。結構ブレイド相性いいかもしれないね。姉妹アクション振り上げ、間違えたら飲んじゃった。これマックスイン。ああ、これだだ。ちょっとこれはハンマーはハンマーでちゃんと武器作りたいな。よいしょ。こうやって雪液だまりっていうかっていうふうになるようになったんだ。よっ、払えた。なるほどね。なんとなく距離感掴んだところでもう足に付けるっていう。Okay.
これはこれで強いハンマーを求めて、なんか攻撃くるくる高い無属性とか欲しいな。道具もね、ちゃんとしたものを作りたいしね。お、千里眼の癖、ペイントボール。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。